えー、はい神田さん、お時間をいただきありがとうございます。それでは、ケムステ V シンポジウム、メルクのシグマールロリッチブランドからの話題提供としまして、本日のシンポジウムテーマでもあるグラブス触媒についてご紹介いたします。グラブス触媒の合成面でのアドバンテージについては、先ほどのフィリップさんのご講演、そして今後続く西田先生、竹本先生のご講演にお譲りするとして、メルクからは購入しやすさという観点でお話をしたいと思います。 さて、今回のウェビナーは、メルク、ユミコアの協賛でお送りしておりますが、その背景には、両者の提携がございました。昨年の10月、研究開発から商用市場において、先進的で品質の高い触媒を、より広くお客様に使っていただくという目的を共にしているメルクとユミコアの間で、研究開発用途の均一系触媒に関する独占的協力協定を締結いたしました。 では、この提携による皆様にとっての5つのメリットをお話ししたいと思います。まずはラボでの研究段階です。グローバル市場でグラブスホーベーダーを含むルテニウム系メタセシス触媒のリーディングカンパニーであるユミコアのすべてのグラブス触媒が、普段研究開発用試薬として皆様に使っていただいているシグマールロリッチブランドを通して簡単に手に入ることになりました。 今後開発される新しいグラブス触媒についても、いち早くシグマールロリッチブランドよりお届けが可能になるでしょう。また、研究ステージが進んでパイロットスケールでの使用になった際には、ある程度のバル,バルク量が必要になると思います。ステージが上がってもメルク、または量によってはユミコアからスムーズに同じソースの触媒をご提供させていただくことが可能です。最終的な商業スケールに進んだ際にも、 ユミコアより安定的に供給させていただけるという体制が今回の提携で整ったことになります。また、グラブス触媒については供給性に加えてライセンスフィーの問題を気にされるお声をよく耳にしますが、こちらについても明確化されました。フィリップさんの講演でも、えー、触れておりましたが、研究から商業化まで、ユミコア製のグラブス触媒については、メルク、ユミコア、どちらからご購入いただく場合でも価格に ライセンスフィーがすべて含まれており、後々ロイヤリティの支払いですとか、別途契約などは必要ございません。提示さ,れて提示させていただいた見積もり金額以上のものをいただくということはございませんので、安心してご利用ください。また、複雑だったグラブス触媒の流通経路も、今回の提携でシンプルにすることができましたので、かつてあった購入量、使用量の制限も撤廃されました。 このように今回の提携により5つのメリットによって皆様が購入,購入しやすくなる環境を整えることができました。さて、シグマールロリッチではこの提携のもう一つの産物としてメタセシスアプリケーションガイドを発行いたしました。本冊子は先ほどご講演いただいたフィリップさんやグラブス教授にも監修いただいた実用的なガイドブックです。オレフィンメタセシスにおける一般的なパラメータ 気質に応じた反応条件選択、注目すべき反応事例を取り上げた解説が紹介されています。内容の一部をチェックしてみましょう。閉館メタセス反応では、缶のプロパティに応じた触媒選択や反応条件最適化が必要になります。例えば上のケース。 中規模サイズの閉館メタセスにおける触媒選択、触媒ロード量を含めた反応条件の紹介ですとか、下のケース、これはフィリップさんの講演でも出てきた反応ですね。立体的にちょっと込み入った関係性の場合における反応事例が紹介されております。なお、本冊子の巻末には30種類ほどある第1世代、第2世代グラブス触媒の合成用途別のセレクションガイドもついております。本日のご講演と合わせて、 皆様のご研究にてご活用ください,、はい。本日の話題提供では、購入しやすさという観点を中心に使いやすくなったグラブス直売をご紹介いたしました。それでは引き続き、ケムステ V シンポジウムをお楽しみください。はい、神田さん、ありがとうございます。画面をお返しいたします。